年度かっこ仮君と過ごす夏休み婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではももこちゃん攻略、今回もやっていきましょう。では投稿をすると、でセーブデータをちょっとね分かりやすい位置にしたんで、前回の続きなんでここからですね。で、学園チェックをしていきますか。まあ多分いい感じで進んでるとは思うので。ああ、ハテナか。そう、ハテナってこの誰のイベントになるかちょっとわからないっていう位置づけみたいなんですよね。でこのタイミングのハテナ、確かね前やった時はなんだっけ、ゆうきちゃんの目隠しイベントだったと思うんで、今回いないようなので飛ばします。次の日へ進む。今日は寝て過ごして終わったな。まあそういう日も必要でしょう。さて、俺のももこちゃんチェックが今日も始まる。あれ、このハテナもね確か違ったと思うんだよね。あ、そもそもいるし、ここに会いに行きましょう。あ、先輩こんにちは。先輩は夏休みの、あ、この話題はあれですね、質問系ですね。そうですか、一緒に頑張りましょうね。ちょっと一緒にさ勉強すればいいじゃん。教えてあげるよ。私に聞きたいことがあるんですか。文系か理系かによってもちょっと分かれちゃいますけどね。1年生の時はでもまだ文系理系はそんなに分かれないか。そう、これね前っていうか前の週初回やった時、買い物ダメなのってなったから、運動も多分ダメでしょってことは勉強っていう話になりましたよね。やってみましょう。ああ、上がった。ちょっと反応は鈍いけど上がったな。ゆずちゃんにはもっと、誰ゆずちゃんって上位を狙えるまた新キャラが出てきた。勉強よりも部活の方が楽しくて、まだ1年生なんで全然部活に集中していいと思いますよ。そうですよね。いや、いいから、あの勉強は3年生 の部活を引退した夏から始めれば全然間に合いますから。俺の教育論っすで、要はその1年生とか2年生の段階で部活も勉強も頑張らせるのはダメなんですよ。で両立はなかなか難しいんで、だから1、2年の時はもう部活を一生懸命やると。で部活を一生懸命やった人間はその勉強も一生懸命できるから、3年の夏から。だから野球部とかの人たちは結構伸びますよね、勉強を始めて。まあ別にそんな俺の勉強論なんてどうでもいいし。はい、じゃあ次の日へ進みましょう。7月26日、学園チェック。あ、いる。しかもイベントが起きる。いいね、すげえいいんじゃないこれ。またあれかな、軽音部のイベント系かなこれは。もう来たね。そうだな、久々に練習しに来たよ。先輩、イベントライブへの申し込みは済ませておきましたよ。とうとうイベントの申し込みをしてしまったか。これでもう後戻りはできないよ。確かにできないな。それからあれを見てください、先輩のドラムを用意しました。あれ、目の前にあるドラムじゃないの。スミレちゃん先輩の許可も。スミレちゃん先輩って誰新キャラ続々だな、名前だけだけど。夏休み中はそのドラムが君の。ああ、そのスミレちゃんのドラムを貸してくれるってことね。しっかり挨拶してくるといい。はい、ドラムにどうやって挨拶するのか。確かにさっぱりわからん。普通でいいと思います。普通ってなんだよ普通って。その普通がわからないんだよ。お世話になります。どうかライブで。なるほど、スミレちゃんの匂いがするドラムだ。俺の匂いを今のうちにこびりつけておこう。おい、ドラム、俺の言うこと聞けよ。ドラムちゃん、よろしくねー。ドラム、仲良くしような。これ別に普通でいいよね。普通にドラム仲良くしようなんでいいよね。ちょっと不安になるな。ああ、大丈夫だ、大丈夫だ。仲良くしましょう。仲良くしよう。そうだ、俺は桃子ちゃんと仲良くなるんだよ。おいおい、桃子が返事してどうするっての。あ、いやいや、そうでした。つい。いいドラマーがいるバンドは、いいバンドだと言われる。それなのにさ、素人にさ任せていいのかよ。それじゃよろしく。先輩、さ
早速練習を始めましょう。そうだな、練習はやらないとね。もう人前に出るからには恥はかきたくないですからね。なんかそれなりの音を出してるな。あや、気づいたらすっかり暗くなっちゃいました。あ、マジで？左上ってさ、日が差し込んでるんじゃないの？左上の窓。でも先輩すごいです、今日だけでこんな上達しちゃうなんて。いやでもね、一日でね上達したとしてもやっぱ続けないとダメですよ、うん、一気に上達すると一気に落ちるんで。私の見込んだ通りだ。はい、初心者の自分がライブに参加して本当に大丈夫なのか不安になってきた。不安になってきたっていうか、もう最初から不安だよ。先輩、誰だって最初はみんな初心者ですよ。いや、それはわかるよ。誰だって最初はみんな初心者だけど、その初心者が1ヶ月でどうこうしようっていうのも不安なんだよ。あ、いいねいいね。黒川さんなかなかいい提案するよね。じゃあ私買い出しに行ってきますね。あれ？甘いお菓子。ここで食べんの？たくさん買ってきます。なんかもう遅いんだったらさ、ファミレスとか寄ってそのまま帰ろうよ。君も桃子について行ってくれないか？あ、いいね。黒川さん超いいやつじゃん。今日から君のことを友と呼ぼう。ボディーガードってこと。先輩、結構自転車いっぱいあるな。まだどれだけの生徒が残ってんだ。結構暗いけど、夏でさこれだけ暗いって相当な時間だと思うんですよね。だって夏って日が長いじゃないですか。こうやって並んで走っていると風で涼しいですね。あ、ここから坂道を登らないと。まあ、坂道らしきものは見えないけど。よいしょ、よいしょ。いやいや、せっかく涼しかったのに汗をかいちゃいました。でももう少しで坂が終わります。でもまあ下りってことでしょ、帰りは。それは楽だね。なんとか登りきりましたね。登りきれる坂なのか。いや、うちちょっと駅に行くまでにね、絶対登れない。いや絶対でもないけど、もうほとんど降りないとダメっていう坂があるんですよね。電動付き自転車とかね、結構興味あるんですけど、乗ったことないんですよね。どれくらい楽なのかとか。やっぱりね、電動付き自転車結構高いじゃないですか。なんで一回買おうかなとも思ったんですけど、この原付も安いやつだと同じくらいで買えるんですよ。なんで原付の方買っちゃいました。駅までね結構距離があるんで、まあいろいろと原付の方が、まあ、便利っちゃ便利ですね。やっぱり早いんで。お菓子か。俺ねピザポテト好きっす。キノコの森、タケノコの林、タケノコの里だよね。キノコのなんだっけ、キノコの山だっけ。どっちが好きっすかね、キノコの山とタケノコの里。俺はタケノコの里の方が好きっすね。ペイドチップス、ニンニク餃子味、なんだそりゃ。で、あと味の濃いものが好きなんで、ポテトチップスは俺あのフレンチサラダが一番好きですね。まあめったにないんですけど。だから薄塩とかよりは海苔塩。あとコンソメパンチもなんかコンソメパンチ濃い味っていうのがあるんで、そっちの方が好きですね。涼しそうなデザートがたくさんありますよ。このゼリーはメロン味でしょうか。でもこの渋い緑色は抹茶かもしれません。てか商品見れば書いてあるでしょ、何味かとか。ゴーヤゼリーですか。ゴーヤゼリー。俺もゴーヤはちょっとダメっす。なんでそんな飲むの。2リットルのペットボトル4本ってさ、8リットルじゃん。練習中は喉が渇きます。あ、物質に置いておくってこと。そんなに買ったら帰り道が重いですよ。でも別に俺が持ってくから大丈夫だよ。あ、出てきたね。朝比奈さんが持つから大丈夫。ひどすぎ。どっちが持つかじゃんけんだ。自転車だし俺が持つから大丈夫。これっしょ。だこういう男が取るべき行動っていうのは、やっぱりね、頭に叩き込んでおくべきですね。この人が一緒だと、だからそういう行動は一応結構俺ね実践してます。まあ、よく言われるやつなんですけれども、まあ二人でその歩いてるときは男が車道側を歩くとか、あとエスカレーターの場合は上りが男が後ろで、下りは男が先とかで、まあエスカレーターはね、その歩いてるタイミングとかがあるんで、絶対その上りが後ろとかっていうのは取れないときもあるんですけど、一応そういうのはちゃんと覚えておくべきです。まあいろいろあと他にもねいっぱいあるんですけど、それはおいおいと。少しだけ寄り道しましょう。
この時間もう帰った方がいいと思うんだけどね。楽器の入門者のコーナーはこの辺りです。欲しいのはドラムの本ですよね。大変だな、ドラムやったりハーモニカやったり。近くに台がないですね。ああ、ももこちゃん身長いくつなんだろう。だいたいこういうそのギャルゲー系統ってその身長とか全部設定されてるはずなんで。でちなみに自分はね、身長そんな高くないんですよ。164なんで、やっぱね170っていうのがね、その女性の求める中で一つのラインが多いっすね。なんかちょっと身長にすげえこだわってる人とかも中にはいるんですよ。なんかどれだけかっこよく、なんかどれだけ性格が良かったとしても身長170センチ以上じゃないともうダメみたいな。そうなのみたいな。その婚活パーティーでもなんかね、身長170センチ以上限定パーティーとかあるんですよ。身長170ないとそもそも参加できないっていう。先輩が首を長くして待ってますよ。まあだから俺は別にその女性が背高くても別に気にはしないっすね。まあね、やっぱね外国行くと基本もあの女性の方が背高いっす。男性のその日本人男性の背の小ささが如実に現れますね。で7月27とももこちゃんがいるんで行きましょう。先輩こんにちは。あ、これはプール話題ですね。こんな暑い日はプールで遊びたいですね。これ評価上がるのかね。一緒に行かないと。そういえば評価全然見てないですね。まだ一回も見てないな。でも今日は用があるので残念ながらプールはお預けです。結構忙しいっすね。それにしても要まあ軽音やれよって感じだけど。タオル持ってきてないんですか。あ、いやいや、夏休みなんて学生その部活とかじゃない限り。あ、でも部活がある人は部活じゃない日に友達との予定を入れるのか。そんな先輩に。まあ帰宅部とかだったらね結構暇なんですけど。今日は私の番も泳いで涼んじゃってくださいね。あや、あとそうですね、高校生俺それバイトやってたんで結構バイトも入ってましたね。先輩楽しんできてください。スーパーのレジ打ちっす。7月27のあ、ハテナがあるな。ハテナがあるけどもうこれ絶対違うな。なんで次へ進みましょう。あ、そうだ、評価ね、評価ちょっと忘れないうちに。これすぐ忘れちゃうからね俺。鶏脳みその俺は。評価ね、評価ちょっとこうやっぱ口に出しておかないとね。評価と、全くないね。あー、なんかいい感じじゃないですか。まだ8月に入ってないっすよね。だって8月に入ってなくてこれだけのメーターがあるってことは、まあ少なくとも前回よりは全然いいんで、なんか希望が出てきたな。このハテナイベントか。ちょっとまずそもそもももこちゃんがいるかどうか。いねえなー。どうすっかな、やるか。あれ、これあれだっけ、楽譜が落ちてるってやつだっけ。なんだっけ、楽譜じゃなくて、落とし物で手芸部の部室前の廊下に落とし物があって。あ、これももこちゃんじゃなかった。やったよね、これやった。昨日まではなかったみたいなので落としたのは今日だと思うんですけど、今日見かけたのはクロエさんとももこちゃんです。落とし物はこれです。袋の中に。あ、そう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 、シールだ、シールシールがたくさん入ってます。とっても、ね、これももこちゃんの評価上がるよね。その結城さんの評価が上がるわけじゃないよね。いや、これはもう朝比奈さんかな。これでさ、なんか結城さんの評価が上がってるような音が出てるけどさ、ももこちゃんでいいんだよね。シールも音楽に関係のあるデザインですし。あ、先輩とナイちゃん、あのこの近くにシールが入った袋落ちてませんでしたか。ももこちゃん、シールってこれのこと。でこのシール何使うんだ。そうそう、それ見つけてくれてありがとう。ももこ、こんなところでどうしたんだい。練習してるんだ。そうだ、俺練習してないけどいいんすか黒川さん。なぎこちゃん先輩、落としたシールが見つかりました。よかった、これで心置きなく練習に打ち込めるね。お前は練習しないのかって絶対普通突っ込まれんだろ、はい、じゃあみんな、じゃあねって。まあいいけどね。
いやもうすげえ心配だわ、ドラム絶対無理でしょう。まあ次の日に進もう。練習は家じゃ絶対できないからね。今家でもできるねドラムとかあるんですよ。そのヘッドホンつけて叩くと実際には音が出ないんですけど、そう音が出るっていう何言ってんのっていうかもしれないですけど、ヤマハから普通に出てます。あー、果てないイベント、これはね多分違うと思うんだよね。さっきやったし飛ばしちゃおっかな、どうしようかな、一応見てみるだけ見てみようかな。あ、ちょうどいいところに先生のやつなんか一個やったよな。今ここでこの紙袋を見つけたんだけど、あー多分誰かの宝物だと思うの。ここに来る途中に桜井さん、椎名さん、モノクロームさんの3人とすれ違ったから、その中の誰かかな。紙袋の口が少し開いてて見えちゃったんだけど、物がもう覚えてないな。中身はメロンパン。メロンパン、これ誰の忘れ物だと思う。っっやべ、わかんねえ。メロン、でも椎名さんってなんかメロンパン買いに行くっていうイベントなかったっけ。ちょっと椎名さんにしてみよう。君もやっぱりと思う。やっぱりって適当っす。今は私もそうじゃないかと思っていたところ。どうしてそう思ったんだ先生は。すみません、この辺りに紙袋が置いてありました。椎名さんメロンパンが好きなの、そういう設定だっけ。椎名さん、紙袋ってこれのこと。あ、それです、ありがとうございます。ついうっかりしてここに置いていってしまって。ここってさ校門だよ。だってこれどう見ても校門に。なんでメロンパンなんて置いてったの。あなたも持ち物検査とかあったわけじゃないでしょう。これメロンパンなんですけど、拾っていただいたお礼。メロンパン拾ったってさなんかちょっと物乞いみたいだよね。え、いいの。はい、え、そんないっぱいメロンパン入ってんの。だって3人分って言ったら結構必要でしょ。必要でしょっていうか、一つを3個に分けるともうだいぶ少なくなっちゃうよね。7月30日、学園チェック。またハテナがあるね。あー、椎名さんちょっとイベント進んだな。これはすぐね進むんで、てかいないよいないけど大丈夫。ちょっともう一回このハテナこなしますか。どうしましょう。どうしましたか。あ、ちょっと聞いてもらえませんか。ちょっとだよ。実は3年生の教室で、はい、終わり。カメラの忘れ物があったのです。うん、もう聞いたよ。机の上に置いてありました。カメラか。あ、カメラはこれはもう絶対師匠だ。困ってると思いますから。ちょっと中のデータだけ抜き取ろう。どうせ女の子がいっぱい写ってるんでしょ。学校に来てる3年生の人ですか。私が見かけたのはエレナさんとフミヤさん、あとはコルリさんです。コルリさんって誰。なんか今回すげえ全然知らない人の名前がバンバン出てくんな。誰のものだと思いますか。もうこれ絶対そうでしょ。これしか考えられないよ。いつもカメラを持ち歩いてます。なんかちょっと見ようよ。だからエレナさんの可能性は高そうですね。どこにいるか探して渡してあげましょう。これちょっと覚えとかないとな。7月30とかはもう師匠のイベントか。多分これはね変わんないと思うんですよね。その何月何日に最初の方全然変わってなかったから。何を探してるんですかって。もう少しさ聞き方としてさ、このカメラですかみたいな、そういう聞き方しろよ。師匠、このカメラではないですか。このカメラではないですか。そう、それよそれ。どこにあったの。どこにあったんだっけ。教室だ。教室で見つけて預かっていました。やっぱり教室だったのね。なんで教室に行ったの。気づいてすぐ取りに戻ったんだけど、もう。いや確かにそれは焦るよね。ちゃって、え、すごく高そう。一眼なのかな。そんなことないわよ。ミラーレスかな。今ミラーレス流行ってますよね。買ったやつだし、新しく買ったということは。いや、カメラはね、その1台だけじゃなくて全然いいんすよ。2台3台持ってても。壊れたわけじゃないの。これは3台はちょっと多いかな。用意してるの。まあ、別にカメラそこまで詳しいわけじゃないですけど。欲しかったのよね。
値段の割にそうこんな感じですね。いいカメラだった。さすが師匠。よくわかっていらっしゃる。何台もカメラを持ってるなんて、エレナさんの写真への情熱は本物ですね。まあでも一眼の本当の高いやつだったら そのねレンズ変えれば全然1台でもいいと思いますね。まあどれくらいのランクのカメラかっていう、まあ7月30はじゃあこれで終わりっすかね。ちょっといないな。とうとう7月も終わりになってしまった。さてさて今日はいない、町いる。で一回こなすとイベントが発生しますね。はーい、毎度ありがとうございます。あれ、ご注文ありがとうございました。こいつんちなんか商売とかやってんの？あ、先輩こんにちは。暑くて汗が止まらないですね。今の人ですか？あ、うちのお店。うちのお店に何屋さんやってんの？来てくれるお客さんですよ。私もたまにお店に顔を出すので覚えてもらっているんです。はい。いや店通おうぜじゃあ。店の外で会っても毎度ありがとうなのかですか？お得意様が相手だとつい。でもうちでお手伝いをしようとすると止められるんですよ。では何屋さんなのマジで？私の力じゃ。あ、お酒屋さんね。今ねお酒屋さんやっぱね大変ですよ。え、はい、確かにそれじゃ止められる。それは朝比奈さんが可愛いからかな。いつも一生懸命だから今に認められるよ。あ、これあれどうしようか。なんか一番下っぽいけどな、悩むなこれは。可愛いからって感じでも親だからな。まあいつも頑張ってるっていうところを褒めてみる。確かにそれじゃっていうのはねないと思うんですよ。真ん中か下かって言われたらでも下だよな。ほい、よーし、悩んだマジで。褒めてくれてありがとうございます。あー、よかったよかった。そう言ってもらえると力が湧いてきますよ。私楽器も上手くなりたいけど、もっとお手伝いもできるようになりたいです。あ、でもそれって、酒屋さんは今そもそもその大型店舗とかがやっぱできてきちゃってるんで、個人の酒屋経営はね難しいんすよ。あとちなみに酒の許可を取ろうとするのは今すごい難しいです。マジ何の話してるんだって感じだけど、ゆずちゃんみたいにお酒はあの許可が必要なんで、だからあれなんですよ、スーパーとかでもお酢、酒の許可がないとお酢とかね取り扱えないんすよ。でもそうなるにはアルバイトをして新しい経験を積んだ方がいいのかな。どうかな、酒の個人店舗か。先輩は俺アルバイトしてたよ、だからスーパーで。夏休みは遊ぶのが一番、まあ、確かにね。ですか？遊ぶのが一番って言うけどさ、先輩らしいですね。だからさ、ドラムの練習しろよ。何度も何度も言うけどさ、そんな話題してて大丈夫か。もう大丈夫ですね。7月31日はじゃあちょっと8月へ突入しますか。いない、いる。先輩こんにちは。プールはないか。プールで遊びたいですね。はい、一緒に行かないか。何回も何回もさ言って、何回も何回も断られてるんだけどさ、ほんとこいつしつけえなって思われるような会話だな。だからいけないんだって言ってんでしょ。すごい汗ですよ。タオル持ってきてないんですか？あ、いやいや、すみません、私も今は持ってないんです。でもそんな先輩にプールはおすすめです。プールって近くにあるもんなの？すぐ今日は私の分も泳いで涼んじゃってくださいね。まあ、市営プールとかがね近くにあればあれですけど、市営プールってなんか本当に泳ぐだけですよね。まあちょっとしたウォーター滑り台みたいなのが、ウォータースライダーっていうわけじゃないけど、なんか小学生とかが滑る滑り台があるとか、なんかそんな感じくらいですよね。でまあ8月1日はこれで終わりかな。8月2日と、お、
これは何かが始まる予感がする。電話がかかってきた。いいね、電話がかかってくるっていうところがいいよね。寝てたんですか？でも、もうすぐお昼ですよ。俺は昼まで寝てるからな。出た。当日遊園地。お前もか。お前も当日に遊園地に誘う人か。のりこちゃん先輩も。あ、ゆずちゃん誰？1時間後には。1時間後。予定ですよ。またタイトだな。話が急すぎる。あやや。そりゃそうだ。ごめんなさい。のりこちゃん先輩が先輩なら朝から晩まで暇なんじゃないか。いやそりゃね、朝から晩まで暇だけど。今すぐ遊園地に来いって言われても、先輩が一緒の方が楽しいと思って。いやでも絶対行きますよ、絶対行きますよ。これは何が何でも行くに決まっているですか？そりゃそうだよ。よかったです。なぎこちゃん先輩、ゆずちゃん先輩来てくれるって。でもさ、なぎこちゃん先輩とさ、ゆずちゃんにとってはどうでもいいと思うんだよね多分。なぎこちゃん先輩、喜んでんの？喜んでますよ。どんだけモテモテなんだよ俺。先輩が遅刻しないように。なぎこちゃん先輩厳しいっす。先輩、後で駅でお会いしましょう。駅って言ってもさ、みんな駅バラバラなんじゃないの？先輩、なぎこちゃん先輩、遊園地って来ただけでワクワクしませんか？まあたまにはいいかもね。おお、黒川さんの私服だ。いろんな音でいっぱいだし。遊園地に来るといつも期待で胸がドキドキだよね、ゆずちゃん。そうだね。ももも私も遊園地に来るとゆずちゃんなかなか可愛くね。おゆずちゃん結構好みなんだけど。あの絶叫マシンすごいです。地獄を通り越して天国まで落ちるスーパーコースター。すげえな。その名も無限だって。ももはこれ平気そう？少し怖いけど興味はあるよ。黒川先輩はこういうの苦手じゃないんですか？あれ？ってことはゆずちゃんは、うん、そうか、ゆずちゃんって言ってるから1年生か。どのことだ？一番その正面に見えるジェットコースターかな。まさにシャウトするために生まれてきたマシンだ。先輩は絶叫マシーンは大丈夫ですか？まあ普通程度に大丈夫ですよ。叫んだら声が返す。怖いのは嫌いじゃない。どうでもいいけど叫ぶ朝比奈さんが言って、なんだそりゃ。これはもうこれでしょ、怖いのは嫌いじゃないと。そうなんですね。せっかくの遊園地なのでいっぱいワクワクドキドキしたいです。話してるだけでテンション上がるよね。まああとどれだけ並ぶかだよね。そのテンションも並んでる間に下がる可能性があるからね。ということで無限に乗りましょう。今からドキドキだね。 Go to hell and heaven。 よっしゃ行くぜ。黒川さんのテンションがめっちゃ高いんだけど。あやや。なんか叫び方にあんまり恐怖を感じられないな。怖かったからもう一度乗るのはさすがにパスかな。え、でもさ、ジェットコースターってだいたい1回目が一番怖くて、2回目3回目になれるとやっぱ慣れますよね。人間何をするにも慣れるんですよ。次は何に乗ろうか。まあでもね、同じのずっと乗るっていうのもまあ空いてればいいですけどね。メリーゴーランド。それいいかも。あ、のりこちゃん先輩大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。うん、それはいつものことでしょ。そうなの？そういうキャラなの？シャウトして喉が渇いたな。売店にでも行ってくるよ。桃子たちはメリーゴーランドを楽しんできたらいい。私はとりあえず、いや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 、そうすると俺が一人で乗る羽目になるぞ。あ、でもメリーゴーランドってもともと一人乗り？なぎこちゃん先輩はファンタジーの世界が苦手でした。マジで？ファイナルファンタジーできなくねえじゃん。それとちょっといいかい？お、なんだ、またなぎこちゃん先輩ね。
ああ、なんだ、結局ダメだったの。すげえいい提案してくれると思ったら。実はさっきのジェットコースターですっかり酔ってしまってね。でも今日はせっかく桃子が誘ってくれたのに。おお、いいやつだ。さすが我が友。楽しい雰囲気に水を差したくないんだ。私はしばらくここで休んでいるから。いやでも3人でね、で遊園地行動は微妙だよ。絶対女性が2になって男が1になるから。今日誘って正解だったね。じゃあ2人を頼んだよ。メリーゴーランド、よかったね。あ、結局乗ったんだ。でも先輩、本当に見てる。いや、これは正解、確かに正解。見てるだけでいいっていうのは、私たちが子供みたいにはしゃぐ姿を見ているだけで満足ですか？あやや、私たちって。そうだね、子供っぽいかって言われたらちょっと子供っぽいね。そろそろ黒川先輩のところ。でもそこがいいところなんだよ。いやてかね、ゆずこちゃん先輩、先輩じゃねえや、ゆずこちゃん可愛いよ。から連絡があったんですか？またあのコースターでシャウトしたくなったから、もうしばらく3人で遊んでいてくれって。てかさ、黒川さん何しに来たの？なぎこちゃん先輩がそう言うのなら、もう少し3人で遊びましょう。次はどうしようか。そうだな、だから邪魔者だな、ゆずこ。お前をどうするかだ。 3D シアターアトラクションはどうかな。 3D 映画ってちゃんと見たことないから、どういう感じか見てみたいかも。それは時代遅れだねってなんでだよ。でも大したことないよ。なら入ってみ。これも絶対これしかないっしょ、そもそも。先輩も興味津々ですか？ぜひ一緒に 3D を体験してみましょう。先輩、よければ桃と2人で行ってきてください。いい後輩を持ったものだ俺は。でもゆずちゃんは？実は私、こういうのって 3D 酔いしちゃうから苦手なんだよね。いやいやいや、気を使ってくれなくても。そうだったの？じゃあやめとこうか。いやいや、もも初体験なんでしょ。初体験の機会だし、先輩と行ってきなよ。なんか怪しい響きだ。私はここで待ってるから。ゆずちゃんありがとう。じゃあちょっと行ってくるね。本当だよ、ゆずちゃんありがとう。すげえいい子だ。いやあ、お、このイベントが始まった。動くイベントなんて言うんだろう。てかさ、例によって人がいない、うん、じゃあこれモブキャラ絶対いないんすね。てかさ、なんでこう向かい合ってんの。このアトラクションは SF ファンタジー海洋アドベンチャーみたいです。いろいろなジャンルがくっつきすぎて意味がわからないですか？まあ、それもそうだけど、なんで人がいないのかとかも意味がわからん。私たちは主人公の航海士になるそうです。高速潜水艦に搭乗して、いろいろな冒険を。潜水艦なんて絶対無理だよ。なんかのね、ドキュメント番組でね、その潜水艦に乗る人たちの特集を見たんですけど、暗くなりました。すごいっす、厳しいっすね。いやー、そのなんとかなんとかよーしって、なんとかなんとか封鎖みたいな感じで、なんとかなんとか弁封鎖とか言って、で名前がやっぱね言えないんですよ、噛んだりして。あ、全然 OK、 全然 OK。 もう大丈夫です。でも今のは何ですか？え、今のは何ですかって聞かれても。潜水艦の動きに合わせて。あー、そういう感じのね、アトラクションですね。あやや、大丈夫か？今度は座席が急降下してますよ。本当はしてないんですか？でも潜水艦が海の中に潜ってますよ。いや、今顔に水がかかりました。座席も水に潜ろうとしてます。助けてください。すげえノリノリだな。まあだいたいトラブルってそのアトラクションのね、アトラクションのねっていうか、そういうのはありますよね、イベントとして。敵って誰ですか？風が顔にかかります。水の上に出て風が中に吹き込んできました。気持ちいいですね。攻撃もやんで。なんで攻撃を受けてるんだ。大変です先輩、謎の生物が
白兵戦だ。白兵戦の準備をしろ。謎の生物が足元を通りましたよ。撃て。いや今のは風を使った特殊効果なんなんでお前はそういうことを言うんだ。ここはファンタジーの世界なんだから。また先輩の腕を掴んでしまいました。いや大丈夫だ、俺から離れるな。でも怖いです。これからどうなってしまうんでしょうか。え、怖がる彼女の手を握ってあげる。意味がわからん。これ触れってこと。うわー、合法的に手を握ってくるねこいつは。こういうところをね逃さないのがさすがだよね。終わりました。先輩、私がちゃんと立てるか。あ、支えろ。大丈夫です、ちゃんと立てますよ。ほら手を差し伸べろ。まったく。抜けて足に力が入らなくて、こんなところで先輩に抱っこされちゃうなんて今日一番のドキドキです。いや、いいシチュエーションを作っていただいたものだ、お二人には。お、そういやハートが満タンだな。メリーゴーランドは楽しかったかい。はーい、楽しかったですよ。 3D アトラクションも体験できました。それにしても黒川先輩ってタフなんですね。私たちが遊んでる間に何回も絶叫マシンに乗っちゃうなんて驚きです。ん、あ、まあ、てか何してたんだ本当に。適当に過ごして待ってたよ。なげこちゃん先輩、みんなで観覧車に乗りませんか。みんなでか。まあでも観覧車ってね4人で乗れるもんすからね。たまには静かなのも悪くないね。ここの観覧車は夕方の景色がロマンチックでまるで魔法の世界みたいに見えるんですよ。ファンタジーはダメなんじゃないの黒川さんは。うん、ロマンチックに魔法か。そんなにダメなの。まあ乗るなら夕方になる前がいいかね。いやもう夕方でしょ。そういえばなぎこちゃん先輩、そういうのも苦手な人でした。先輩、今度来た時は夕方の観覧車一緒に乗りましょうね。お、それはまた今度来てくれるってこと。いつでも行くよ。はい、というわけで遊園地イベントが終わったところで今日は終了したいと思います。まあそのゆずちゃん、ちょっと俺の中ではかなり好みのタイプっすねいやいや、でも今はももこちゃんを攻略してるから、ももこちゃん一筋でいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたらぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。